どうも、トモヤテニスチャンネルのトモヤンです。今回はチビナダルを使って、ダブルス、世界で活躍しているブライアンが行っている練習なんですが、お互いがクロスの対角線に立ちます。ここでボレーをするんですが、球を打ち合いながら移動していきます。移動していくね。移動をこっちまでしたら、またこのまま同じように移動していくっていうのをやっていきたいと思います。結構ね、動きながらボレーするっていうので軸がブレたりとかして難しいかもしれないんで、ちょっと試してみたいと思います。はい、やっていきたいと思います。ゆっくりは結構できたんで、ちょっと早めのボレーで成功するかやってみたいと思います。早めで、はい、ブライアンのメニューやってみました。はい、ゆっくりのボレーだったら、そうです、全然普通に余裕で、こう喋りながら、はい、明日晩ご飯何ぐらいの感覚でできるんですけど、はい、やっぱ速くなるとめちゃめちゃ難しいですね。そうですね、やっぱ距離感が変わるんで、うん、センターとワイドでは、サイドでは全然距離が違うんで、飛ばそうとしてしまってガシャったりとか、はい、で飛ばそうと思って角度を間違えちゃったりとかして、相手の人を走らせてしまうみたいな、でそこからどんどん崩れていくっていう、もう負の連鎖ですよね。そうですね。うん、だから距離が難しいっていうやつですかね。はい、お互い力加減ですね。そうやね、うん、お互いサービスラインっていうので、はい、もう通常でも結構遠い距離なんで、外側になるともっと遠い距離になるんで、この端っこになった時が難しいですね。そうですね。で真ん中の時ちょっと一安心みたいな。あ、やっと帰ってきたみたいな。そう。まあ人一往復できたらいい方かなと思います。はい、だから本当にブライアンすごいよね。結論すごいな。あのスピードなんかもうポンポンポンみたいな感じでやってるもんな。軽くやってるのに。なあ、あれはびっくりですね。はい、はい、自分たちでやって、ちょっと分かりましたね。難しい、はい、ということが難しいですね。はい、まだまだボレー僕たち甘いみたいなんで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、では、はい、よいしょ。